ニッポビーニファンティーニファイザネは UCI プロコンチネンタルチーム登録の自転車ロードレースチーム。日本の道路舗装最大手の建設会社、ニッポの支援のもと代表者であるダイモンヒロシを中心に世界で戦える日本人の育成を行ってきた。メインスポンサーはニッポとイタリアのワインメーカー、ファルネーゼ社でイタリアの自転車メーカー、ウーゴデローザエフィーリと提携する。 2014年まではコンチネンタルチームとして活動を行ってきたが2015年よりイタリア登録の UCI プロフェッショナルコンチネンタルチームとなった日本とヨーロッパを拠点にした国際チームである1985年に日本歩道レーシングチームとして創設され以来日本の有力ロードレースチームとして知られる1990年代には イタリア、スイス、フランスに拠点や海外研修制度を設けるなどヨーロッパでの活動に力を入れてきた。2002年にはジュラスイスと合併し、日本歩道、ジュラスイスとしてプロ登録した。2003年9月、UCI に TT3 登録をし日本初のプロロードレースチームとなった。同年10月に日本歩道が日本コーポレーションと社名を変更したことにより、 チーム日報と解消する。2005年、UCI の制度改革を受け、コンチネンタルチームとなる。2006年は、運営体制の都合で、コンチネンタルチーム登録を見送り、全日本実業団自転車競技連盟登録の地域チームとなった。2007年、日報コーポレーションは、プロロードレースチームエキプアサダを支援する。これにより、 チーム日報の欧州組がエキップアサダに合流する形で再編され、ヨーロッパでの活動を中心とする日報コーポレーション、梅単本舗、エキップアサダと日本国内で活動する若手主体のチーム日報コーポレーションコロナ後となった。2008年にはエンデカのチームマネージャー、下尾根毛利の共同運営の実績を基礎として、両者が合流する形で、 チームニッポエンデカが発足した。また、若手主体のチームコルナゴも実業団登録として活動。2009年には、チームニッポ、チームニッポエンデカ、チームコルナゴの3チームを統合し、メインスポンサーにコルナゴを迎えて、チームニッポコルナゴとして活動。2010年は、再び UCI コンチネンタル登録をし、チームニッポとして活動する。 また若手育成のため U-23 チームのチームユーラシアが株式会社ニッポと無制ウバイクのサポートを受けベルギーを拠点に活動を開始した2011年はイタリアの建設会社ダンジロアンティヌッチをメインスポンサーとするイタリア席のチームとして登録日本を含めたアジアツアーヨーロッパツアーアメリカツアーに参戦自転車は 長年使用してきたコルナゴからダニーロ・ディ・ルーカのイタリアの新興メーカーキクロスに変わった。2012年はダンジェロアンティヌーッチが抜けてチームに一歩として活動した。監督はダイモン・ヒロシとかつて2000年のツールド・フランスでマイオ・ジョーヌを着用したアルベルト・エッリである。2013年はイタリアの自転車メーカーウーゴ・デローザ・エフィーリがセカンドスポンサーになり、 チーム日報でローザーとして活動した。UCI アジアツアーのチームランキングでは2位につけ、チームのエース、ジュリアン・アレドンドは UCI アジアツアー年間チャンピオンに輝いた。2014年はイタリアのワインメーカー、ファルネーゼをメインスポンサーに迎え、ビーニファンティーニ日報として活動。アジアツアーとヨーロッパツアーを中心に参戦。また、アジアのチームとして初めて、 MPCC に加入し、ドーピング等の不正を許さないとする姿勢を示した。2015年からは、イタリア登録のプロフェッショナルコンチネンタルチーム、ニッポビーニファンティーニとして活動する。ダミアーノクネゴをチームのキャプテンに迎え、ヨーロッパを拠点に UCI ワールドツアーを含む世界のトップレースで戦う。ニッポは同時に、ニュージーランド籍のコンチネンタルチーム、 チャンピオンシステムを結成し、サテライトチームとして支援する。2017年、ルーマニア選手権、個人タイムトライアルにて、エドワード・グロスが優勝。ジャパンカップサイクルロードレースでは、マルコ・カノラが、クリテリウムとロードレースの両方を制し、大開発となる2巻を達成した。2018年、イタリアの生肉会社、エウローパー・オビーニがスポンサーに加わり、チーム名は、 に、ニッポビーニファンティーニ、エウローパオビーニとなった。ティレーノ・アドリアディコにて、ニコラ・バジオーリが、三学賞を獲得。ルーマニア選手権、ロードレース、個人タイムトライアルにて、エドワード・ブロスが優勝。2019年、イタリアのプラスチック加工会社ファイザネがスポンサーに、加わり、に、ポビーニファンティーニ、ファイザネとなる。三年ぶりの参戦となった、ジロでイタリア2019では、 第18ステージにおいてダミアーのチーマが逃げ切ってステージ優勝。チームにとってグランツール初勝利をもたらし総合風雅賞も獲得している。またグランツール初参戦となった初山賞も第3ステージで144キロを単独で逃げて風雅賞を獲得するなど総合では142位と再開での完走ながらも果敢な走りで イタリア国内での注目を集め、主催者の計らいで特別に、再位感想者の証、マリアネラを送られた。7月16日、ガゼッタデドスポルトは2019年をもって、チームが解散することを報じた。2チーム体制2チーム体制2006年は、セルビア・モンテネグロ登録のチームエンデカとして、2007年はサンマリノ登録のチネリ・エンデカ・アップドとして活動した。 いずれもコンチネンタルチーム登録。エンデカのチームマネージャーのシモーネ・モーリは2002年に日本歩道、ジュラスイス所属選手としてツールド、北海道の総合優勝を果たした。2003年秋にはダイモンと共にイタリアにスポーツ工業活動運営法人エウラシアン、スポーツ SLR を設立、チーム運営を行った。 2018年、2017年、2016年、2015年、2013年、2012年、2011年、2010年、監督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 、マネージャー、監督、コーチ、監督、兼マネージャー、監督、コーチ、メカニック。ありがとうございます。